マンゴーがいっぱいある。百鉢だってここも安いよね。中華街の方が安くない？なんか美味しそう安い。今からお店が出るみたいはまだ早いよね。お昼やけど。まあもうなんか暑くてぐったり寝てやる。あれ何？栗？甘栗？甘栗。うわ甘栗があのほら。飛び出そうやな、甘栗の機械から。中国の子たちが履く子供の靴がいっぱい可愛い。赤いのが多いよね。中国の服もあるけど、タイのあのゾウさんのパンツとかもいっぱい並んでる。生活雑貨を売ってるところもあります。金屋さんでゴールド屋さんが多いね。なんか金が安いらしい。金が安いけど偽物も多いもん。なんか鑑定書とかついてくるらしい。鑑定書が本物かどうかがわからん。これも60バーツだって。椎茸がでかい。お菓子とかもこっちの方が安くない？120バーツだって。美味しそう。これ梨？梨よね。美味しそう。桃は高い。もうこんなところのジュースが飲みたくなる。アイスクリームも食べたいけどちょっと危険を伴いそうだし。ここは駐車場のところに屋台が出てる。栗美味しそうじゃないですか。またゴールドのお店がずらっと並んでます。なんかやかんがいっぱいある。みかんなんかやってる。みかんジュース。これお茶屋さんじゃない？お茶ってこれ漢方薬とかやる。漢方薬。なんかクリアが多くない？甘栗屋さんが多くない？さっきからずっとある。すごいの甘栗。いくらっちゃろか。剥いてるのもある。うわでもあんなみたい泥水みたいなところで剥いとる。ちょっと怖い。あれウイロみたいな感じなんじゃないと。色がすごいね。なんか色、食材屋さんみたいよ。食材屋さん。こっちも食材屋さん。こんな狭いとこ通らんでよかるっていうように台車が通ってくる。ドライフルーツ。すごいよ、ドライフルーツが。カシューナッツが、見てあの袋いっぱいカシューナッツが。銀杏とかも。これがマフワガメか。エビも見て。なんか高菜の漬物の匂いがする。これなんやろ。なんと思うこれ。揚げパンよね。
わあすごい。なんかここの路地どこどこに潜入みたいな路地じゃない。なんか、なんか見て見て、タケノコが。タケノコ。トハトハ。こうするねもほら。すごい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 。こんな路地通らんでいいやろみたいな。おーおーおー、すごい。めっちゃ細い道を。もう細い2メートルぐらいの道を。ちっちゃな台車で。あ、ここ。あ、あれツバメの巣。があるよ。ほらこれ線、なんか潜入捜査隊みたい。このもう暑苦しい中を前に進めんし、ツバメの巣とかもあるやん。魚屋もあるよ、魚屋。あの前に進めないんですけど、もう全然進める状態じゃない。誰がここに行く？進めませんけど、これなんやか、ランキョウやか。あ、ニンニクをほらつけてある、ニンニク。パワーフードよ。いや、ここ、こっちもパワーフードよ。いや、なんかいっぱいみんな袋に買って持ってきよしゃるもん。ね、これほら高菜みたいやろ。いい匂いやけど、これ。え？あ、わわ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 わ、すごい、もう殺されそうになった。なんか中華っていう感じやね。中国でもこんなのないやろ。中国行ったことない。行ったことあるやん、中国の市場。こんなんじゃないやん。中国の市場こんなんじゃないやん。いやいや、行ってないだけであったかもしれない。あ、こういう食材屋さんが。とにかく人が多い。人が多い。で、みんな袋をいっぱい持って行って袋を抱えとるってことは買って帰り寄るってことよね。あ、すごいもん、もう見て、この魚、この魚見て見て、これ怖い怖い怖い。すごい、あの包丁とかがもうすごいもん。え、なんやかこれ、ナマズ、なにこれ。これなんか、いやもうこんなとこ通らんでほしい、バイクの人とかね。2メーターぐらいしかないのに。もうすごい、ずっと向こうまで続いとるよ。ちょっと帰る、引き返す、この辺で引き返そう。同じような店がずらーっと向こうまで、向こうまで行った方がいい。え？でも同じお店ばっかりよ。変えると。この辺は乾き物がある。なんか魚の匂いがする。なんかここの店えらい多いんですけど、麺食べてる人たちが。すごいね。あれ油よ、油。あれやろいだって。あれ買って。いかがでしたでしょうか。中華街の狭い路地のところをずっと歩いてきてみました。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この裏手にある三辺レーンの方にも行ってみたいと思いますので、そちらの動画もぜひ見てくださいね。